おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルオブビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、こう休みの日にね、休みって2回あるんですよ。その2回ある、まあ2パターンあるんですよ。僕の勤務が早番休みみたいな、何ていうかな、日勤の後の休み2連休と夜勤明けの日が休みとして扱われる場合っていうか、そのパターンがあるんですよね。だから実質休みが1日みたいな、そういうのあるんですよ。で、最近の EX 界正直ね、寝てないとか寝れてない日ばっか撮ってたんで、テンションが今日は違うと思います。なんだったら今日ね、ずっと撮ってるわ。ちょっと声枯れてきたんじゃないかな。本日使うモンスターはですね、この悪魔3体です。すいません、マイナー救済シリーズじゃないです。この3体、マイナーすぎて気づかれないんですけど、マイナーな合体モンスターに変身します。合体モンスターもマイナーです。来ました。デーモンキング行くぜ !2780 結構高いな、こうしてみると。さあ、合体して悪魔のね、デーモンキングがやってまいりました。誰?そのマイナーブリタルやですね。いけるか?めっちゃメジャーな3体 VS マイナーな合体モンスターになってるよ。いけるか、大丈夫かお前。で、いける相手がメジャーすぎるんだけど。そのマイナーブリタルや大会でも使われず、いざ実装しても使う人をほとんど見たことがないデーモンキングです。デーモンキングは2の後期に出た合体モンスターなんですよ、実はこう見えて。で、なんか1でいうバベルボブルやボーンファイターというバランス型合体モンスター、能力のバランスがね。いい合体モンスターの。で、単純に強化された感じですね。バランス、能力のバランスがいいんですよ。いくぜ、ジャークなラッシュが、炸裂デスラッシュ !1、2、3、消息オーライどうなってんだよ。ちょっと頑張ってか。いけ、暗黒の拳を叩き込む、いくぜ、1、2、3、4、アルソク、せーの、オーラー。いや、ちょっとなんだよ、こいつ。何してんだよ、ちょっと待って、お前。デモキング、やばいってこれ。俺、相手も見ずにこれ選んじまったわけよ。ちょっと屈強すぎる、大丈夫か。いや、同じ2の後期に出たモンスターですよ。メタハンデス5号ネンダーゾス、同じ2の後期に出た最終期だけど、うん、相手さ、あっち最終期ね、こっち後期、うん、で、ものとして負けられない戦いですよ。で、合体モンスターですよ。迫力が違います。いきます、得意技いくぜ、暗黒の火炎の暗黒火炎の。このね、暗黒階段のね、ちょっとこの暗黒と階段のナレーションがかっこよくて、今、暗黒階段で言ってた。いやーちょっと待ってって、本当に待って、え、何、大丈夫なの、え、これ、デモンキングいけるなんか、そのマイナーブリッタルや。ちょっと一回戦負ける動画がやばいってね。俺今までほとんどさ、今までの EX 界かつ、なんか本編でも、一回戦負けた動画ないぞ。おい、頼むぞ。ちょっと、お前なんか、スカバトでは有名だったじゃねえか。おらーって。勝ち目がねえんだけど。え、このターンに死んだら終わりだよ。え、このターンに死ぬはない。ちょっとデーモンキング回避率もありますんでね。合体モンスター、バランスのいい合体モンスターとしてね。能力のバランスもいいし、回避率もあります。なんでね、ちょっとそろそろね、ピロリをしてほしいんですけど、ピロリしたらワンチャンあるんでね。あ、サミロジ、まだ大丈夫。頑張ってくれ頑張ってくれ、デーモンキング。悪魔の王だろ。悪魔の王がこんなぐらい足踏みなんてしてられないぞ、おい。ね、カリム合体モンスターの一角。ここから奇跡の逆転をね、見たいと思います。ネビラがあるんで。まあ、なんかどっかの動画でもやったわ、ネビラやるやつ。どっかの動画でもやったぞ、ネビラ撃つだけの動画。俺行くぜ。これで、あ、これで乗った。デスラッシュのとこ暗黒火炎だね。いける。大丈夫。あれ?でも、現、ここでね、こっからで、ね、奇跡の逆転がある。逆転がある。ちょっと待って、ね、企画倒れなんだけど。要は、寛大な男である。要は寛大な男である。三つの失敗までなら許してやろうという話ですよ。一つはさっきの負けね。二つは、一回戦で負けたことね。で、
三つ目の指が今立てようとしたんですよ、僕は。ただ、ただし、ね、マイナーなモンスターが活躍するティラチャンネルね、この指をね、引っ込めます。魔族の王 VS 悪魔の王。ね。まあちょっと名前が被ってる感じがあるんですけど、まあちょっといい戦いじゃないですか。ちょっと、挽回のチャンスを与えようと思います、彼に。ね。相手は魔族の王。こっちはね、悪魔の王なんでね、ちょっとね、そろそろ、月光空将。ちょっとね、どっちが本当のね、魔にふさわしい存在かを決めようと思います。頼むぜ、デモンキング。行くぜ、暗黒階段。行くぜ、暗黒階段。いや、弱っ。暗黒入ってたらダメさ。暗黒入ってたら弱いって。まあ、ここはね、一旦目デスピサロが確定特技なのを生かして、ここはね、まあ、防御しておきましょうや。ここからだぜ。デーモンキングちょっとやる気に満ち溢れとるわ、表情が。うん。そのマイナーブリザルはうちのチャンネルでも聞かないレベルですね。うちのチャンネルだとどっちかではマイナーなモンスターが活躍してるんですけど、いろんな回で。ライアンとかね。ライアンとかが活躍してるんですけど、デーモンキングはマイナーすぎてほとんど出てこん。でも暗黒には強いね、やっぱデーモンキング。頼むぜ、暗黒。いけ。お前もね。お前もスキャバトで活躍した。あのね、スキャバトっていうゲームがあったんですけど、過去に。それでは結構活躍してました。はい。どっちかっていうと、まあ、微妙なところだけど、まあ、でも、それでも活躍してた方です。さあ、行け！デスラッシュ！身の守り下げたい！スキャバトで活躍してたね。その貫禄。マイナーブリタルやスキャバトでようやく、なんか初登場ですかみたいな。色違いモンスターにアグバーってやつがおったんですけど、あいつは、なんか、魔法封じたら終わってたわ。そうそう。アグバーの位置がですね。うん。デーモン、もうデーモンキングね、デーモンラッシュでね、この、ひたすらね、打ち込んでいきましょうや。いけいけいけい！おら！まあ、敵の攻撃も暗黒入ってんなら、ある程度軽減できるんじゃないかな。いや、でもちょっとね、いや、合体モンスターのね、短所よりは勇気の溜まりづらさは、どんな合体モンスターでもね、避けられない。5ターンでギリギリ溜まるかな。これ5ターン溜まんなかったらもう意味ないからね、結局。あ、やばいやばい、本当にやばいって。それ、いてはやばいって。え、ちょっと大丈夫？なんか、他の合体モンスター、ゲリオンとか、カンダタとかは、2の後期に出たね。同じ後期組。全然違うよ。全然違う。強さの格が違うけど、うん。あいつらは会心でね、強引に勇気をためられるけど、お前やばいぞ。え、これあと、え、え、風マンもしかしてダメだった？風マンのタグ間違えてる？いやでも、風マンしないと死んでるってお前。え、5ターン目です。このターンに勇気ためらなければね、負けです。ほぼほぼ。やってくれる。俺たちのデーモンキングっちゅうのを信じてくれ。信じてくれ。俺たちのデーモンキング。行くぜ。行くぞ、俺たちのデーモンキング。このチャンネルでね。他のチャンネルで目立たなかったの分かるよ。しゃあない。うん、マイナーだからね。このチャンネルで目立って、お、デーモンキングすげえじゃんってこう。意識やれよ。勇気溜まれ。勇気溜まれ、溜まれ、溜まれ。え？え？あれ？あ。え？あれ？あ。同胞です。一回も受けられてません。一回も受けられてません。一回もボタンミスしてません。あー、待って待って待って。おっと、相手の攻撃、あれ？ちょっと、デーモンキングなんか、なんか、いいともないの。頑張れ、デーモンキング。ちょっと、ここへ。なんか、鬼コンボよりひどいやつを見てる気がする、俺は今。鬼コンボよりこいつダメなんじゃないかな。世は寛大な男である。次はないぞ。もう勝て！もう勝てるだろ！これ絶対勝ったってね。これはもう勝ったじゃん！だって。ね、ちょっともう、あまりにもひどいんで、ちょっとレベル上げの意味も兼ねてね、ちょっと、ここでちょっと一回勝っておきたいなって、勝ち癖つけた方がいいんじゃないですかね。ということで、メタルチームとの対決です。こうなればね、ギガスラッシュ振って、あとは適当に暗黒階段ぶち込めば勝てるんでね。はい。もう普通に負ける子だね。ダメージ先生負けるわけがないんですよ、こうなると。こうなると勝てると思うんでね。まあ、ちょっと、ここで勝ち癖つけて、ちょっと次のね、大一番に備えてほしいなって思うんですよ。ちょっと4戦目はちょっと大一番するからね、デモンキング。頼むぜ！さあ、悪魔の王がね、メタル狩りになってきました。まあ、さすがにね、ここは勝てると思うんで、サクッと勝ってほしいね。デモンキングちょっとね、いいとこいいよ！いいとこないな、お前。なんか、バランス型す、なんか、一番高い能力はちなみにね、賢さです。はい。彼が一番高い能力はなんとね、賢さです。
なんかそんなモンスターどっかにいたわ。俺の好きなモンスターなんか俺の好きなモンスターあたりがね、なんかそういう特性持ってんだけど。カエンダー、暗黒カエンダーだ。ミスよ、ミスてる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 。あ、でも勝てる、勝てる。でも勝、でも勝てるんだ、でも勝てるんだ、さすがに。うん、これで勝てるよ。うん、さすがにね、向こうも黙ってないからね、 SP 使わせてもらうけど、まあそんなんね、まあ、そんなんデーモンキングには効かないという見せてやれ、うん、グリーンガムの血とはいえね、とはいえだよ、うん、とはいえど、まあその先にね、デーモンキングが動いてね、暗黒カエンダーとデスラッシュドーンって終わりですからね。はい、デスラッシュ打っちゃったけど、まあさすがに大丈夫でしょう。まあさすがにね、まあ、サクッと勝ってほしいんでね、グリーンガム乗り切ればいいだけなんですよ。お、来た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 、移動できました。いよいよね、ここでデーモンキングのね、闘志が現れるってわけですよ。ね。闘気溜まったね。ちょっともうね、デーモンキング闘気溜まったね。オッケーオッケーオッケー。いいよ。この闘気を生かしていきたい。お、いいね。本当に。グリーンが見ければ勝ちだから、もう、こんなん。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。もう、ここも、サクッとね。よし、大丈夫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 。ああ、つわものの余裕という特性があります。あの、モンスターズにもあるんですよ。つわものの余裕みたいな特性。ね。あれが発動すればね、動けないのは仕方ないです。次にね、暗黒カエンダー打って終わりです。はい。暗黒カエンダーさっきのダメージ的に、次の暗黒カエンダーで終わりなんでね。はい。サクッとね。ちょっと、闘気がね、今満ちてるんでね。メタルなんか目じゃないぐらいの素早さで走り出してほしいんでね。はい。ね。大丈夫だよ。暗黒カエンダーに勝てる。ちょっと待ってって。ちょっと待ってって。いや、さっきみたいなピロリがあればね、ピロリがあれば勝てますよ。デーモンキングもちょっとね、闘気溜まってるんでね、意志の強さを見せていきたい。あ、ゴミかせ、死ね。もう超魔生物にもなった方がいいんじゃねえかな、あいつ。ね、同じ魔族だったらね、ハドラーだってね、勝利のためにね、超魔生物と化しました。もう多分デーモンキング超魔生物になってもよくない？というわけでね、来ました。うん。もう来ましたよ。レジェンドモンスターは無能の登場です好きにしてくれよ。わざわざこんなモンスター実装しなくてよかったのに。見た目だけじゃん、強いの。鬼コンポよりひどい。正直言っていい？こいつ鬼コンポよりひでえぞ。会心も出さねえし。会心率みたいに魅力もねえし、高い力もないしね。高いのはちょっと HP、ちょっとバランスタイプか。バランスタイプかーで終わっちゃったよ。ドンモグーラとの方がまだ優秀だよ、同じバランスタイプだったら。さあ、上司ですね。まあ、無道はある意味ね、6の上司みたいなとこありますからね。ここでまあ、最悪、ちょっと勝てないとは思うよ。うん。でもここでなんか見せ場作ってさ、あ、やるじゃんって。なんかそういうさ。まあ、一般的には弱いなっていうとこあるけど、あ、このチャンネルはちょっと勇姿見れたなってとこをね、最後に作ってもらいたいなと思うんでね、対戦よろしくお願いしますというわけですよ。賢さ高いんでね、デインは余裕です。おっ、いいじゃん。賢さ高いからね、デインはね、金先ピエの安定打点のデインがね、あんま通らない。耐久して勝つっていう手もあるね、こうなれば。悪夢どうだろう、でも。はい。あー、300結構食らうな。まあ、でも。ダメージレースはね、ほぼほぼ互角です。向こうの HP が4300、こちらの HP が2780に対してね、ダメージレースが互角でございます。なんかないから、暗黒カエンダーにちょっとこの局面をひっくり返すぐらい。なんかお前顔でかいなってか、デーモンキングちょっと思ったけど、なんか体のさ、なんか体格とさ、反してさ、顔でかくない？色違いはデスタムアの右腕ともされとったのに、アクパはね。アクパやったらね、色、なんか、デスタムアの右腕とか言われとったのにな、そんな強くなかったけど。あー、ほんとに、これあまり聞いてないぞ、322食らってるんだけど、どういうことなの？うん、暗黒火炎の呪文のメラゾーマは大丈夫かと思ったけど、結構、見せてやれ！お前の魔力を、お前の魔力見せてやれ、行くぜ！暗黒火炎だ、行くぜ！おら頑張れ！いや、いろいろと刺したんだけど、もういろいろと刺してんだけど、何今日なんかお前なんかいいとこないんだけど、相当な芸人になってるよ、今のところ。おい、このチャンネルでもう輝かないぞ。おい、鬼コンボ最強ですが、デーモンキング最強戦伝説にした方が良かったんじゃねえか。ちょっとあまりにもこれひどいぞ。お前あまりにもじゃない？これは。ちょっといいとこがない。ただただなんかさ、
いや、これしゃーないよ。負けるのはしゃーないよ。もう、武道強えもん。どんなチームも下してきてるから、武道は強いのは仕方ないよ。もう、100歩譲ってな。もう、大魔王バーンでも許してくれるって、それをもう。もう、大魔王バーン様でも、この仕打ちは許してくれるって、多分。あんまりだもん。あんまりにもひどいもん、これ。だって、次のターンで相手武道をさ、魔力溜まって終わりだもん。なんか、いいとこないのお前。なんか、何一ついいとこないんだけど、こいつ。なんかないのかなこいつ。なんかな、なんかないのかな。なんか、なんかない、なんかフォースでもしとくなんかもう。暗黒階段の威力最大限まで上げようぜ。もうめんどくさいから。もう最後さ、フォース使って暗黒階段を引いてちゃんと。で、あっっていう、もうなんかあっと言わせる。もう今からね、ここはね、あっと言わせる大胆なね、プレイを見せたいと思います。デーモンキングね。皆さん、この見てる皆さんでもうね、バック、グラザバックしてるんですよ。多分。ここまで見ていただいて皆さんの期待に応えるためのあっと驚く大胆な技を暗黒来た暗黒カーンいけうわ強い強かったお前それは強い強かった強かったでも無駄最後に一花咲かせたね。